配信。はい。こんばんは、こんばんは。こんばんは、はじめまーす。はい、こんばんは。どこかのうさぎチャンネルさん、こんばんは、はじめます。ひよこマイクさん、こんばんは。こんばんは。黒子さん、いつもお世話になっております。いらっしゃい。ひよこ大工さんもいらっしゃいませ。よし、じゃあ始めようかな。大丈夫かな？うさぎの声ちゃんと聞こえますか？聞こえる？聞こえる？大丈夫？大丈夫？よし、じゃあ始めまーす。はい、こんばんは。どこかのうさぎです。今夜はメタセコイア2入門ライブ第5夜です。今日はサイコロを作っていきます。まあ、サイコロは何のために作るのか。これはテクスチャを貼る練習のためです。まあ、作ったモデルにね、やっぱりテクスチャ貼るとだいぶいい感じになるもんね。まずはちょっとウサギが前回作ったの見て、今のところ作ったのこんなの作りました。はい、こんな。まずね、こはるちゃんさん、難しそう。あー、こはるちゃん、いらっしゃい。前回回転体の課題としてワイングラスを作りました。ワイングラスの中はウサギのアレンジでちゃんとワイン入れたよ。あと乾杯してるから水面も揺れてる。あとフライパン作った。フライパンちゃんと厚みがあるし、とってもちゃんと二面図を見ながら作ったんだよ。で、その時の、追加自習課題として、目玉焼きを作りました。目玉焼きね、これ二重になっててちょっと透明の、あの白身がちょっとかかって固まってるところを表現してます。あとその時にベーコンも作った。ベーコンちゃんとテクスチャーを描いたんだよ。美味しそう。やった、小春ちゃん、この食べに来てね。で、前回は西洋刀を作りました。剣です。こんなのを作った。結構精密なモデリングもできるようになってきた。で、それや作ってった時にレムちゃんが来てて、このつかかしら、ここのグリップエンドのところを見て、マカロンみたいって言うんで、マカロンも作りましたっていうのは前回までのあらすじです。今回はサイコロを作っていきます。いきなりなんかシンプルなものになりますけど、入門記事を見ながらやっていきます。今回はテクスチャー UV についてっていうところを見ながらやっていきます。今回も参考にしてるのはこの、クリップスタジオの、入門記事です。メタ世界は使い方講座、小物で始めようモデリング第5回テクスチャ UV について。このテクスチャ作って、こうテクスチャを貼るためにサイコロの各面にテクスチャを貼って、自由に貼れるよって。あとサイコロもいろんな作り方があって、四角で作るのと、あと展開図みたいな、テクスチャ貼るの、あといろんな UV の展開の仕方をやっていきます。テクスチャが使われるならと表現の幅が広がる。まずは簡単なところからいきますね。じゃあちょっとツイートしてきます。よいしょ。
私のツイート、はい、ちょっとツイートするね。さっきのこれだから、ここに配信始まったぴょんぴょんと、今回は、はい、今回は、ギガの記事を参考にテクスチャーを貼っていきます。貼る、勉強します。はい、始まりました。ということで、よいしょ、イーちゃんのメタセコヤ勉強配信始まりました。よし、じゃあツイートもしたし、もう何の心配もなく始められます。よし、じゃあ行くよ。今回は多分簡単だと思う。はい、じゃあ新規作成でサイコロ作っていきます。うん、まあこんな感じでもできるみたいだよ。2種類で箱作って、そこにこう貼っていくのと、こういうなんか展開図貼るやつ。さあ、うまくいくかな。ちなみに最近配信楽しいのは、なんかうさぎちゃん最近声可愛くない？ちょっと可愛いと思ってて、なんかみんなに聞かせたくて生配信してるんですよ。どう、可愛いでしょ？可愛いっていうあれです。まあいいでしょう。そんなこともある。じゃあ立てく、基本付けでまずサイコロ作るんで、これね、立方体、四面体を選択。はーい、作成、大きさは何でもいいや。作成、はい、できた。サイコロできちゃった。そしたら、あ、ちゃんと見ないで始めちゃった。詳細設定で UV マッピングを行うってとこチェックして作りましょうってことですね。で、現在の材質を割れてるの、これいいのか。よし、作成できた。そしたらオブジェクトには UV を自動で UV が割り当てられてます。うん、あ、そうなの。そしたらコマンドパネルから UV 操作、どこだろう。生配信しながら教科書読みながらやってるからね、テンポは悪いかもしれない。ご了承ください。あと今日せっかく黒子さんが来てくださってるから、メタセコイアについて細かいこと教えてもらいたいことがあるのよね。それはそれで後で教えてもらおう。サイコロにテクチャが貼れたら教えてもらおうかなと思います。なんか皆さんあれですよね、まあうさぎちゃんはもちひよこちゃん、好きなんですけど、もちひよこちゃんのモデリング配信、この底辺さんマッピングは左上、あれすごいよね。あ、左上どこだろう。 UV 左上 UV 操作、先週のとこにある UV 操作、あれ大縮小、どうか、この辺にあるかな。ちょっと調査です、わかんない。コマンド編集、目の底辺さん、もっと上、もっと上、どこ、 UV 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 どこだ。 UV 操作ってやつを選べたいんだけど、
ほくろ底辺さん、ファイルの左側。ファイルの左？ん？ほくろ底辺さん、モデリングって文字クリックしたら選べます。文字リスト UV 操作、いきなりボタンがどこにあるかわかんないんだけど、教科書に載ってるのがねバージョン3だからね、4だとちょっと違うんだよね。どこだろう、初心者じゃないぞ。いきなり困った、了承しておこう。どこ？ UV、 何のために UV 操作選ぶんだろう。 UV 操作メニューってやつが出るのね、どれか押すと。ほくろ底辺さん、マッピングですよ。マッピングって名前になったんですか。マッピング、どこだろう。ほくろ底辺さん、マッピングがウブなのです。マッピングって文字で書いてありますか。マッピング、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 マッピングって文字を探しています。ないよ。文字にしてみようか。あれ？マッピングあってほしい。ほくろ底辺さん、モデリングでしょ今は。うん。あ、ここで切り替えるのね。ああ、こういうこと。なるほど。ここは全然操作違うのね。びっくりした。はい、UV 編集モードになりました。ほくろ底辺さん、ファイルの左側モデリングって書いてますよね。あった、大丈夫。そしたらどうしたらいいの。ほくろ底辺さん、それをマッピングにするんです。はーい、できた。で、何したらいいの。クリック。お、いきなりこれちゃんとやんないとわかんないやつだ。まずは UV を選択します。ワイヤー、あ、 UV はどっかに表示されてるのかな。あ、これかな、なんか出てきたぞ。これ UV だ。ほくろ底辺さん、で自動展開って書いてる下の方にある文字をクリック。これモデルが動くのね。これ UV はいいけど何の画像盛り当たってないな。 UV 操作目、お、これか。お、教科書とと画面が全然違う。落ち着け、落ち着く。とりあえず UV とモデルが重なってると邪魔よねって時は選んで、あ、移動できなくなっちゃった。これかな、あれ？これ選択、マッピング、材質。まずこの UV とモデルが重なってて邪魔だからどかしたい。
黒底辺さん、オブジェクトって黄色になってるとこの色なくせば消えますよ、オブジェクト。あ、これ？あ、これで消えた。あ、これで見えるものを出したり消したりできるのね。お、なんかいろいろ出てきたぞ。オブジェクト横にずらせるらしいんだけど、どうやるんだろう。そういう問題じゃない。あ、今回はささっと一瞬で終わるはずだった。あ、これか、これだ。どかせた、これだ。これでオブジェクトをどかすことができました。真ん中クリックで移動しました。よし、じゃあこれでどうしたらいいんだ。真ん中クリック、右クリックで回転ができる。 UV の拡大縮小はここら辺で、どこでも右クリックで、モデル以外のとこで拡大縮小ができる。よし、分かった。ここまでは教科書に書いてあるのと同じだ。よし、そしたら外装準備しよう。新しくマテリアルをダブルクリックして、マッピング方式や UV です。そしたら参照でサイコロを選ぼう。サイコロのテクスチャーのまず1の目を選びました。これで材質6つ作ってねってことね。 OK。 あ、もう勝手に割り当たってるぞ。全部1のサイコロができた。これは強いよ。これはね、地下帝国を生き抜くための必須アイテム、全部1の目サイコロですね。BGM 削減、これぐらいかな。ちょっと発声練習していいかな。めんぼあいな、あいうえお。よし、 OK。 じゃあサイコロの目の数だけ、サイコロの目、目1コピーして作っていこう。これいっぱい複製したらいいよね。サイコロの目の2は、直接ファイルの目をいじっちゃえばいいかな。2の目、あ、そんなのないって言われた。最小で2、 OK。 3、最小で3、 OK。 4、最小で4、6、参照で6。はい、これで6つ分できたかな。よし、そしたら今あるのは1から6のテクスチャーが用意できました。で、これ全部1なんだけど、どうしたらいいんだ。どうしたらいいのかな。まずは材質、材質、お、なんじゃ。マッピング選択、消えちゃったよ。さっきのやつどこだっけ。あ、これか。 UV センサーで選択ってやつ選ぶとこうなる。今選んでる材質 に対するテクスチャが出るのかな。で、次に
麺、ヒューソーサ麺で、そう、ほくろ底辺さん、ヒント、オブジェクトを選択して材質を表示したい材質にすれば変わります。オブジェクト、これでいいのかな。選択これどうやって選択する、これだっけ、こうかな。この画面で選択ってこうかな、違うな。オブジェクトの、編集、1を押して、材質指定ですね。お、分かった。材質ってやって面を選んで、材質を選んでクリックするとその面になった。へえ。全部三輪車、一番上は1だけど他は2と3っていう最強サイクルができた。ほくろ底辺さん、OK。OK。じゃあちゃんと作ろう。1の反対が6、2の反対側は5、3の反対側は4。これで正しいサイコロができた。これは公正な勝負ができるやつ。よし。さあ、サイコロ1。よし、これで基本的なことは、基本的なのができた。OK。よーし。これで、うんうん。1個目のページ終わった。次はね、違う種類でやってみる。よし。じゃあファイル、これ、すごく危ないと思うんだけど、これ一回名前をつけて保存ってやらないと、何度ショートカットのコントロール S を押しても保存されないでしょ。これって昔からそうなの？これバグだと思うんだけど、そんなことない？これコントロール S は無効なの。まだ一回も保存してないから。これはちょっとないよね。じゃあ名前をつけて保存します。一回保存しちゃえばね、コントロール S で保存できるからいいんだけど。はい。じゃあ新規、サイクロ2。2。OK。じゃあ1個目は一回消えてもらって。じゃあ次は違う種類で UV マッピングします。じゃあまた同じようにやってきます。今度は、そうそう。まずはここをモデリングにして、で基本付けで四面体で UV マッピングする。よし、 UV マッピングしまーす。で作成、はい、できた。まあ今選択されているテクスチャで作られたってことだね。まあ新しいテクスチャ作ります。じゃあ新しいのは、さあサイコロ6目。ほくろ底辺さん、一度作ってるものなら上書き保存はできるよ。うん、ほくろ底辺さん、今試した。一回名前つけて保全すればいいんだけど、そうするまではコントロール S が効かないから、ちょっと気をつけないと危ないなと思いました。まあ、一回保存しちゃえばいいんだけどね。はい、じゃあ新しいやつはこれ、この6面ついてるやつ。ほくろ底辺さん、だって上書き保存だから。うん、普通は上書き保存ってさ、まだ保存してなかったらファイルネーム聞いてくるでしょ。ちょっとそこは不思議な感じがします。はい、今6面
ついてる、テクスチャーを用意しました。これをマッピングでこういうテクスチャー、これを何も考えずに材質でポイポイやると、これはいいか、これはちょっと間違ったサイコロができる。多分この面それぞれを指定の部分に割り当てるって作業をするのね。わかる、わかる、わかるよ。さて、じゃあどうしたらいいかな。まずは UV ソーサーで、自動展開、自動展開ってやつをやる。これ、これだ。自動展開ボタンを押すと、なんか出てきた。なんかいろんな種類があるみたいだな。自動展開、まあデフォルトで展開実行をしてみましょう。はい、いっちゃうよ。あれ、また聞いてきた。これはなんかメタセコス3の頃から比べて機能が増えてるみたいね。わかんないけど、とりあえず全部デフォルトで OK。 いいの？わかんないけど、はい。あれ、なんか想定したのと違う感じになっちゃった。おや？もう一回。選択？選択？自動展開の展開対象がどれなのかもわかんないよ。UV 操作、これこっ、もう一回やってみよう。通常バンブルくんさん、こんばんは。サイちゃんは今日は何やってんだっけ。テクスチャーの UV 展開ってやつやってます。どうなのかな。通常選択、なんかいろいろ選んでみよう。切れ目、ただ全然わかんない。展開実行、もう一回やってみよう。アルゴリズム、6方向フラット上、選択された線で分ける、回転しない、 OK。 これだ、これじゃ、やっぱ違う。これどうしたらいいんだろう。これ多分1面しかないからダメなのよね。これ全部選択しなきゃいけない。はい、これかな。あ、これは UV を選択する機能よね。じゃなくて、こっちの元になるオブジェクトを選びたいんだけど。積んだ、早速積んだ。よくあるこの展開図のテクスチャーをこのサイコロの各面に設定したいんだけどな。ここぐらいはなんとかしたい。自動展開機能、自動展開機能、これどこの面がダメなんだろうとかあるし、一旦普通にしてこっちで全部選んで、
全部選んで、これでマッピングに来て、この状態で自動展開すればいいのかな。これで、展開実行 OK。 はい。お、なんだ、なんか展開された、展開されたけど、ちょっと想定してたのとなんか違うな。なんか気持ちはわかるんだけど違う感じになった。そうね、こうじゃない。頂点スライド、ん、なんかこちらでのかな、なんかなんとかしたいぞこれ。落ち着け落ち着け。これどういうことなんだろう。いや、お、これなんか見るとこあるのかな。スナップ選択、さっき黒子さんに教えてもらった図をもう一回見よう。ただいまちょっと困ってます、お待ちください。もしかしてくっついてるからいけないのかな。元のオブジェクトが分離されてないとダメとか。あさみちゃんは何か見落としてる可能性が。どこに書いてある通りだな。ちょっとそれっぽくなったんだけどね。何がいけないんでしょうか。材質、接続面は一括、これこれでいけるはずなんだけど、して、お、今度はなんか想定してたのとも違う感じになってきたぞ。なんかいっぱい出てきた。これなんだろう。まあ、え、は、ほ、は、は。ちょっと待ってね。これどうしたらいいんだろう。これ自動展開するとここにね、展開された四角が6つ出てくるはずなんだけど。そう聞いております。でも気持ちはわかる。こいつら、ふんふん、なるほどなるほど、わかってきたぞ。自動じゃないけど、あっと、これ拡大縮小どうやんだろう。ここじゃないか。なんとなくわかった。気持ちはなんとなくわかった。これの大きさ変えたいんだけど、これこの四角、これがこの四角があるところはこのテクスチャーになるのね。じゃあ大きさを変えたらいっぱいになるはずなんだけど、これサイズ変更どうするんだろう。拡大、あ、お、いいぞいいぞ。じゃあ、あ、こういうことか。そうね、これ移動と拡大縮小同時切り替えなしでやりたいんだけど、そういうのはダメだ。拡大ってのが左にあるから押して、これ押した、これでいいの。拡大縮小できるようになった。これ普通にドラッグした時は移動してほしいんだけど、これ拡大と移動って切り替えながらやらなきゃダメ。こうやって
移動を選んで、奥の聖変さん、同時にはできないです。あー、ダメなんだ。これショートカットキーがないとめんどくさいわね。奥の聖変さん、移動は切り替えないとできないです。あー、そうなのね。かくます。これまあ慣れれば早いんだろうけど、よし、こんなもんかな。とりあえず、あ、とりあえずこれ1にしよう。1、ここの面は1。じゃあこっちの面は、あ、あった。この面のテクスチャー、角度、これちっちゃくなっちゃった。拡大縮小しようがないぞ。これなんか数値でいらないのかな、この UV 面。高さが0になっちゃってるから、拡大縮小しても全然変わんないっぽいよ。移動もできない。これダメだ。この面はもう死んでしまった。お、なんかできんのかな。これ UV ゼロゼロ、何も変わらなかった。この面のは分かってる、こいつなんですよ。拡大したいんです。これ拡大、この緑の枠のサイズを拡大したい。そうじゃない、表示じゃなくてこの実際のサイズ拡大したいんだけど、これ、なんとかして拡大できないかな。もう一回自動展開ってやったらいいかな。展開実行。あ、戻っちゃった。なかったことにしよう。この面、これ、拡大したい。拡大できない。多分こっちの面は、これでしょ？拡大できない。これもうダメかな。これ細い線になっちゃったからもう手遅れ。これこれどうにかしたい。ほくろ底辺さん、移動をして点を移動させれば、ほくろ底辺さん、いいと思います。これね、ここ選ぶでしょ。そうするとこの縦長の選択範囲になるでしょ。で、移動するでしょ。でもこれ移動できないの、つかめないからかな。動かないし、回転もしない、拡大縮小もできない。面だからかな。頂点にしたらいいかな。変わんない。これもうダメなやつ。ほくろ底辺さん、点の部分は選択しても移動はしません。点の底辺さん、点です。ここ、お、お、ほくろ底辺さん、点の部分を移動させるんです。ふんふん、ここでしょ。これ触れるの、このハンドル。ここ、何も変わらない。ここのことですか。ほくろ底辺さん、移動をしてください。移動できないよ。ドラッ、右、左クリックしてドラッグしてるんだけど、何もできない。ほくろ底辺さん、移動を押してから点移動させるんです。移動ってこれ、移動ってこれですか。押してあります。押してある。で、こっち何も起きない。なんだろう、ほくろ底辺さん、右下の赤い矢印みたいなのがあると思いますが、
右下の赤い矢印、右下、あ、これこれで何かできるの。ほくろ底辺さん、そこをドラッグして移動させてもダメかな。ここ、あ、うさぎちゃん邪魔ね。ちょっとちっちゃくするね。これのことですか。変わんない。お、なんだ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 、なんか変わった。お、これこんなとこにあるの。これ拡大、もしかしてこれトラックすると拡大できる。うん、拡大はできないのかな。お、これ UV 操作は面でいいんですか、それともなんか別のにした方がいいですか。1にしてみようか。ちょっとなんか変わりました。移動、拡大、お、この赤い矢印ドラッグしても何も起きない。さっきなんか手応えあったんだけどな。これオプションなんか間違ってる。おお、 UV 展開もできない。どうしたらいいんだ。そもそもちっちゃい。ダメっぽいかな、うん、ダメ。もう一回直すね。自動展開がそもそもうまくいってないんだけど、なんでだろう。ほくろ底辺さん、一旦戻したら、うん、そうする。一旦これ消すでしょ。選択、選択、はい、全部消しました。で、新規で作ります。新規基本図形で、ほくろ底辺さん、辺って書いてるとこだけ、うん、とりあえず作るね。ほくろ底辺さん、緑色にして。あ、オッケー。はい、ワイヤーフレームになりました。これでどうしたらいい。選択取得しといた方がいい。これで、ま、マッピングに行けば。ほくろ底辺さん、面は色消す。はい、消えました。ほくろ底辺さん、それで全部選択してみてください。はい、全部選択しました。じゃあマッピング、ほくろ底辺さん、はい、コントロールとAコントロールとAを押しました。マッピングに行っちゃっていい。ほくろ底辺さん、マッピングで自動展開さっきみたいにしてみてください。はい、マッピングに来ました。そして自動展開ボタンを押します。そして全部デフォルトで自動展開実行します。全部デフォルトにします。アルゴリズムは何だろう、人工物向けがいい。デフォルトは有機体向けだったんだけど、人工物向けにします。回転しない。余白の強さ1、余白の精度、高精度、これでいっちゃうよ。 OK。 はい、今日
紹介となる辺が選択されていませんが、このまま自動展開しますか。これが何かおかしいのかな。いい、はい、押しちゃいます。はい、ほくろ底辺さん、はい、でいいよ。さっきと変わらない、変わらないというか、あれ、ここに本当はなんか自動展開されたオブジェクトが枠が出るんじゃないかな。出ない。ほくろ底辺さん、あと勇気とかそこも。ほくろ底辺さん、デフォでよかったんですよ。あ、そう、じゃあ一旦戻します。もう一回オブジェクト作ります。基本付け作成で、コントロール A 全部選択、そしてマッピングに移動。ここで自動展開、自動展開は展開実行、アルゴリズムは有機体向け、有機体向けです。で、 OK。 境界となる線は選択されていませんが、このまま適合展開しますか。はい、さっきと変わんない。なんかここに線が選ばれてるけど、面を出してみようか。なんかこの端っこ、テクスチャの端っこが UV にマッピングされてるような気がする。ちょっとなんか想定と違うんだけど、ほくろ底辺さん、線だけ選択してる状態ですよね。ああ、それがおかしい。そこが違うのかな。ほくろ底辺さん、いや、一旦戻って、ほくろ底辺さん、面も点も選択しちゃってるよ。あ、そう、あ、これこっちを選んでからじゃなきゃダメなのかな。そこ、まずはほくろ底辺さん、そうじゃなくて線だけ選択してください。じゃあ基本図形作るでしょ。作った。で、あ、あ、そっか、一回基本図形を作って、作った。この状態で選択を全部解除して、辺だけを表示して、この状態で改めてコントロール A で全部選択。ほくろ底辺さん、ここから編集オプションってあるんで。ん？編集オプションって何？どこ？ないよ。でもさっきのもしかしたら辺とかも選んでたかもしれない。ほくろ底辺さん、そこの点、面を選択しないでください。じゃあ今多分線だけが選択されてるか、それでやってみます。じゃあこれで自動展開で、展開実行、有機体向けで OK。 境界となる辺が選択されていませんが、このまま自動展開しますか。これはダメかも。ほくろ底辺さん、左下に編集オプションってありますよ。左下？編集オプション？あ、これね。ふんふん。あ、なるほど。これを外さなきゃいけないんだ。編集オプション。編集オプションを選ぶ必要があったもんね。なるほど、なるほど。じゃあ、こっちの表示じゃなくて、表示は関係なかったね。表示じゃなくて編集オプションを選ぶべきだったので、ごめんなさい、うさぎ呼び違えてました。よいしょ。じゃあここを変だけにして、この状態で
コントロール A を押して全部選びます。ここで底辺さん、ウブって基本線で割るんで覚えておくと良いですよ。基本線って割るの？基本線で割る。じゃあ基本的に線で割るってことか。よし、これで今辺だけが選ばれてて頂点と面は選ばれてないはず。じゃあこれで自動展開しています。いっけー。お、手応えがなんか今手応えがあったような気がする。黒底辺さん、それがポリ割りってやつです。なるほど。で、展開されたやつどこ行っちゃったの？あ、なんかそれっぽい。超それっぽいぞ。こういうの、これを待ってました。よし、なんか面を選択するとそれに対応した四角が出てきた。これこれ、こういうやつ見たことある。これ真剣ゼミで見た。これ全部、全部の面を見たいときはどうしたらいいの？選んでる一面しか出ないのかな。なんか割ったやつ並んでたり少しない？まあ一個ずつやればいいかな。ほいほい。そしたら、どれが、どっち上だろうこれ。上どっちだろう。一旦モデリングに戻して。こっち上か。じゃあ、これ1、上。上を1にしよう。お。で、拡大縮小で。押しながら等倍で大きさ変えよう。はい、じゃあ横は2、これは移動して、これなんかドラッグス1で移動と拡大をまとめてできたらいいんだけどな。あ、回転してる。回転じゃないよ。まあ練習だから大体な感じでやっとこう。1、3、3はここね。ほうほう。ほう。これであれですよ。なんか自由なところに自由なテクスチャーを貼れる感じですよ。これ5。ここはここね。これショートカットキーないのかな。よいしょ。3の裏はなんだ。3の裏は4ね。4。ほくろ底辺さん、良い感じ。分かってきたよ。これならマテリアルが1個で済むから描画も少なくて済むやつ。6、拡大縮小かな。移動、はい。おお、いいんじゃん。それっぽい。これでテクスチャー1枚だけで自由に割り当てたし、自由度も高そうね。例えば5をもっと大きくしようって時にはこれで、こっちにすればでっかい5とかもできるしね。ほくろ底辺さん、やっぱ参考書だと分かりづらいよね。なんかまあ特にバージョンが違うのがね。でも教えてもらって助かったわ。よし、はい、できたかな。ほくろ底辺さん、ここら辺についてはあまり書いてないもんね。よし、これで2つ目 OK かな。OK。
か位置合わせをする便利な機能がメタセコア3にあるみたい。右クリックすると位置合わせがぴったりできる機能あるらしいんだけど、なんか4じゃないみたいね。4は4の教科書を見ないとわかんないや。さて、じゃあもう一個で、こう黒子さんにこれから教えてもらいたいんですけど、ちょっとこれ多分割とよく使うんで困ってるので、ちょっと教えてください。基本付けどうしようかな。まる作成これでいいや。例えば3つ以下オブジェクトがあります。で、1個のオブジェクトを選択したいときって、教科書とかだとアルトキーを押しながら、お、なった、あ、なった、ならないときとなるときがあったんだけど、いいのかな、これなんだけど、アイコン、この選択あるじゃない、これは枠で囲ったとこは全部選ばれる、枠で囲ったところは選ばれるって感じなんだけど、今選んでるオブジェクトだけを選びたいっていうのを、これを押すといいのかな。あ、なった。あれ、想定通りに動きました。なんかおかしいな、前やった時全然思ったようになってなかった。選びたくないとこは鍵かければいいんですよ。そう、あ、それはわかるのよ。なんだけど数がいっぱいあるとめんどくさいじゃない。だからこの現物オブジェクトのみを選択可能にしますってやつを使いたかったんだけど、これ全然効かなくて、これオンにしてるのにもかかわらず他のオブジェクトが選ばれちゃったんだけど、今ちゃんと動くわ。これオンにしておけば今サイクロ2を選んでるからサイクロ2だけが選ばれてます。そうですよね、そうあってほしい。これがいいよ。あ、でもね、じゃあ例えばこういっぱいオブジェクトあるじゃない、これ全部選びたいやつだけ選ぶのってめんどくさいじゃないですか。そこでまあそのために全部鍵かけてんだけどね、例えばロック全部外した状態で、まあ仮にですよ、全部ロック外すと、はい、で今現物だけを選んでるから、例えば、なんだ、どうしよう、目玉焼きだけを、目玉焼きを選んだ状態だと目玉焼きしか選ばれないはず。あ、でもこれだ、目玉焼き自体が選べなくなっちゃったな。あ、これ違うやつかな、あ、これだね、これ選ぶでしょ。こうすると目玉焼きすら選べないんだけど、これオフにすると今度は囲んだやつ全部選ばれちゃうんだけど、これは当たり前ですよね。この囲んだところだけが、囲んだところはオブジェクト関係なく選ばれる。これはわかります。じゃあ、ほくろ底辺さん、なるほど。これ押すでしょ？これ、現物のオブジェクトのみ選ぶ。で、目玉焼きが選ばれます。ほくろ底辺さん、
それは私はあまり使ってないからね。そうなのね。こうしちゃうとどれも選べられなくなっちゃう。目玉焼きはこれなんだけど、この現物っていう考え方が違うのかな。あのこれね、あるとき押しながらオブジェクトをクリックするとそれが徐々に選ばれてくるんだけど、目玉焼きはダメだわ。もしかして階層になってるとダメ？あ、そういうことかも。そういうことか。ちょっとわかりました。これ階層構造の上のところはダメなのね。下の階層を選んでそれで範囲選択すればそれだけが選ばれるわ。こっちの方がわかりやすいかな。今君だけが選べるようになってて、そうすると君だけが選ばれました。君と白身両方選んでおくと、あ、この場合は両方有効にしてても片っぽしか効かないのかな。ほくろ底辺さん、オブジェクトが例えば1、2、3ってある場合、ほくろ底辺さん、オブジェクト1を緑色選んでる場合、黒底辺さん、位置だけ移動させたりはできる感じでですね。そうですね。黒底辺さんですね。それはで、そうです。1個選んで選ぶとオブジェクトの1の君だけ選べるんで、この状態だと君だけが移動します。それは OK で、じゃあ君と白身両方選びましたって状態で選ぶと、あ、コントロール A はこの機能は全く意味が、効果がなくて全部選べちゃうんで、コントロール A を使えた時はロックしとくしかないわね。それはめんどくさいな。で、これは現物、現在のオブジェクトっていうのは一つしかなくて、ほくろ底辺さん、多分選んでるオブジェクトのみ同行できるだけだと思います。最後に選んだやつだけってことなのね。複数選んだからってそれが有効になるわけじゃないんだ。まあそれはそっか。じゃあ今なんていうの、この全部まとめてロックするとか、これ以外はロック外すとか、そういうことできるのかな。あるかな。あ、それはできそう。すべてのオブジェクトを編集可能にする。逆、すべてのオブジェクトをロックする。ほくろ底辺さん、その辺も実は公式も曖昧な説明なんですよね。なるほど。じゃあこれは分かってる人に聞かなきゃ分かんないやつだね。あ、これは聞いた。なるほど。じゃあ例えばもう目玉焼きだけをどうにかしたいって時は、まずどれか選んで、その他で選択オブジェクトのみを編集可能ってやると他のやつがロックかかるから、この状態で選べば、全部選べば、あれ選んでる。黒底辺さんですね。君の透過しか選べてない。
かしいな。分かったつもりだったけど分かってなかった。これでしょ。これ緑になってるから洗濯状態になってるのに、一個しオブジェクト一つしか選べない。これはさすがに操作パネルで移動させれば。操作パネル、操作パネルどういうこと。これ移動、操作パネルってどれのこと。今移動を選んでます。これこれはおかしいでしょ。これ緑になってる。黒線さん、パネルって上にありますよね。うん、パネル、あ、これこれパネル、パネ、あ、これね、はい、操作パネル。お、なんじゃ、なんか出てきた。これか。これ何に使うの X。 お、ああ。黒底辺さん、ヘルプの左側。これね、なるほど、これで一括操作できるってことなのね。へえ。はあはあはあ、なるほどなるほど。拡大し、うん、なんとなく分かったけど、やっぱダメね。これ見た目と動きが合ってないでしょう。これ緑に選択されてるのに実際に動くのは選ばれてるところだけ。これはさすがにバグなのか、それともなんか編集オプションで選ばなきゃいけない何かがある？これなんか関係ない。これだ。わかった。バグじゃありませんでした。今になって、今になって、この、これだ。みたいに全部合成もできるんで。この、このボタンが効いてた。このボタンオンになってると。黒底辺さん、オブジェクト一つにすればいいかも。いや、びっくりしちゃしょうがないでしょ。レイヤーを分けときたいんで。で、これ分かりました。これです。これこれ。これがオンになってると、いっぱい選んでてでも、選択したオブジェクトだけが編集対象になる。で、これ外すと、選択されてるものが全部、変わるんですね。わかった。もうわかった。バグじゃないけど、ちょっと混乱しました。なるほど。ということは、全部編集可能。全部編集可能にして、例えば、はい、選択でビローンって選んじゃうでしょ。あれ？あ。はい、選択でビローンって選んじゃって、でも動かしたのは君だけだよってやった場合は、このボタンを押すと君だけが動く。なるほど、これはいいね。ただこれ目玉焼きみたいなグループの親玉を選んでもオブジェクト扱いにならない。ここは制限ってことね。うん、なるほど。ちょっとメタセコイアさんの気持ちが分かってきたかもしれない。じゃあそういうこと。あと、そうそう、もう一点教えて。今度はどうしようかな。まあこれでやろうか。ってことは、例えば、あ、削除じゃなくて、このオブジェクト以外を、よし、目玉、これで、あ、フライパンがいいかな。フライパン以外、
を起床し、違う、持ちて、持ちて、こうだ、よし、こういうフライパンのと持ち手があります。これを真横から見て、平行にするね、真横から見てこの頂点を移動したい。はい、これ動かすでしょ、もっといいかな、え、押せなくなっちゃった。これどうやってる、あ、あれ面なんか、あれちょっと待って、これあれ、これ選べなくなっちゃった。ハンドルも出ない、ちょっと待ってね、選択選んで、あれ操作パネル出てると思うかな、んか押しちゃった、これじゃないな、これ全部面とかだよね、文字にしよう、面変、あれ？これ動かしたいんだけど動かさないな、なんでだろう、違う、材質じゃなくて選択で、選択して、あれ移動しない、違う、あ、いいのか、あれ、ちょっと超基本的なところが動かなくなっちゃった、選んで移動、あ、今度は大丈夫、なんかおかしくなっちゃってた、移動、あ、落ちますね、じゃあ OK、 あ、でもあれ移動の時点が選べたんだけど押せなく、あれ、これ移動を選んだ状態なんで動かさないんだろう、ここは動いたような気がする、よし、ちょっとあれ、点を一個一個動かして微調整したいっていうシーンです。この時にこの点を移動したいでクリックして動かそうとして動かないな、あれ、これなんで動かなくなっちゃったんだろう、もちろんはい選択を、はい選択をして移動すれば動くけど、一点だけ選んで動かすってできなくなっちゃった、あれ、そうだっけ、変だな、移動の時は対象点で動かせたと思うんだけど、ダメだっけ、あれ、おかしいな、この状態でこのハンドルっていうか、この点を選ぶにはどうしたらいいんだろう、こうかな、君じゃない、君を動かす、あ、あれ、こっちを動かしたい、あれ、前やったとき選べたんだけどな、じゃあ新しくなんか作ろうかな、基本付け四角動かす333、奥の底辺さん、わかった、うん、ほくろ底辺さん、文字の方の、うんうん、文字の方、ほくろ底辺さん、面と点の緑を戻してない、うん、
そう、ここ？あ、これはさっき外したんだけど、変身オプションじゃない？こっち？こっちも全部押し直したけど。ほくろ底辺さん、編集オプション戻してない。編集オプション戻してあるよ、これ。ほくろ底辺さん、今の状態で。今の状態、ほくろ底辺さん、やってみてください。ダメ、選べない。一旦移動モードにしちゃうと選べないよ。もちろん選択モードにすれば選べてんのかな。選択モードにすれば、選択モードにしてもなんか選べない。なんか変な感じになっちゃった。なんかよくわかんないことだよね。この選択ってこういう場合どれをしたらいいの？違うの、現物して。あ、これどこの、違う、ここクリックしてるのに選択位置は変わらない。選択してる範囲選択だったらこうちゃんと選べるんだけど、普通の選択だと選べないね。そういうもの？これは前やったときはちゃんとできたのにな。ちょっと新しいオブジェクト作るね。じゃあ新しい新規作成で、ほくろ底辺さん、移動をしても動かない感じですか？移動はするよ。あ、ちょっと待って。じゃあ新しく、新しく作りました。新しいファイルで新しいの作った。これで移動ってやって、これ1個だけ動かして、あれ選べたい。これどうやってやるんだっけ。あれ、なんだっけ。これ今作りたてほやほやのキューブなんですけど、ほくろ底辺さん、全部今は選択してる状態ですよ。いや、あ、さっきはコントロール D を押して戻しました。ピンクの状態です。どこも選択されてない。この状態で移動を選んで頂点を動かそうとしてるから、黒底辺さん、多分これ私が文字打つときに終わってるから、うん、ちょっとラグがあるけど、今の状態は何も選んでない状態。配信しないときに説明はした方が良い気がしてきた。あ、説明、配信しながらやとちょっと難しいから、うん、なんか知らないけど頂点が選べなくなっちゃったっていうのが今の課題で、やりたいのは、まあ一応説明しますと、ここクリックして移動とかできたんですけれど、クリックして移動、クリックして移動って調整してたんですけれど、これこの奥もあるじゃない？これもまとめて選びたいんですよ。なんだけど、こうクリックしただけじゃこの点しか選べないから困ったなっていうことです。で、どうやったかっていうと、範囲選択で選んで移動で動かす。範囲選択で選んで移動で動かす。
お風呂手入れみたいになってたんだけど、なぜ縄で洗濯して移動私はしています。これ、移動って切り替えなきゃいけないでしょ。こ、まあ、ショートカット機あるけど、これ以外にやる方法ないのかなと思って、それは知りたかった。これもこうやらもちろんできるんですよ。こうやればそれはわかる。こうするしかない。これはそういうもの。ほくろ底辺さん、だから操作パネル使うんです。あ、なんかそうすると楽なの。操作パネルで選択、あ、もしかして選範囲選択して操作パネルで動かすってこと。あ、そうなの。これはなんか便利なの。範囲選択してこっちで動かす。範囲選択してこっちで動かす。範囲選択してこっちで動かす。ほくろ底辺さん、全部動きます。ん？全部って？範囲選択、ここ直接動かしたいんだけどな。ほくろ底辺さん、選択されてる点は全部上なら上に動きます。うん、それはそうでしょう。それはわかるんです。まとめて動かせる、それはわかるんだけど、細かい一調整、直接これ動かしたいんだけど、そしたら選択してドラッグして動かした方が早いと思うんだけど、そういう話じゃなくて、なんか今やってたら慣れてきちゃったからこれでいいのかな。選択して、ほくろ底辺さん、うさぎ殿の先ほどの説明だと点を一つ一つ動かさないとダメみたいに聞こえたんで。はあ、うん、そう、あのやりたかったのはメタセコ3でできることが4でできないってことがちょっと気になってて、こう奥行き方向にいっぱい点があるからまとめて選択したい。そういう時に、こう配選択すれば全部選択されるからそれはいいんですけど、これ範囲選択と移動を切り替えなきゃいけないのがめんどくさいなと。で3の場合は切り替えなくても右クリックでドラッグするとなんか範囲選択になったという話なんですけど、気のせいかも。なんか教科書に書いてあるの違う話なのかな。ほくろ底辺さん、だからそれは、うん、ほくろ底辺さん、操作パネルでできますということです。操作パネルでできるのってこう XYZ 別々に動かすことだけだし、選択して操作パネルにマウスカーソル移動するのって手間だと思うんですよね。そうでもないですか。そういうものですか。これはこれでもありかもしれないけど、あと操作パネルだと XYZ 別々になっちゃうのはちょっとやりづらいかな。まあ、切り替えた方が早いけど、もしかして操作パネルの便利な使い方がある。ここはちょっとあんまり、まあ、正確な操作するには操作パネルの方がいいのかな。どうなんだろう。
でもあと1個だけ確かね、移動、この移動が選ばれている状態でも頂点をクリックすればそれは選択されたはずだったんだけどな、気のせいかも。もしかしたら幻だったのかもしれない。前回の配信さん、私も人によるのでこれだということはできないのですよ、うん、じゃあ黒子さんはこういう感じでやってってことですね。わかりました。じゃあそれはそれなのか。じゃあやり方としてはそういうこと。あとなんかこれ選べたような気がする。じゃあこれはわかった、なんとなくわかった。まあどっちにしても慣れればどうにかなりそうな気がします。多分これから何万回も頂点を移動する作業が待ち受けてると思っていますので、この基本操作は可能な限り効率化したいと思ってるんですよ。まあ便利なツールを使うのはありますけど、結局頂点を動かさなきゃいけないのは絶対やらなきゃいけないと思ってて、っていう。あとね、これ選ぶときってほくろ底辺さん、でも短い期間でここまで作れるのはすごいと私は思いますぞ。ありがとうございます。まあ、いろいろと教えていただいてるんでそこはね、ほんと助かります。じゃあ、こういう感じかな。まあ、あと実際例えば人の顔とか作るときってすごい微調整大変じゃないですか。そこについては今度教えていただきたいです。じゃあちょっと疑問、オブジェクトの選択については今この現物ボタンの押し替えたとか合わせてなんか理解できたような気がします。あとは移動するときこの頂点の移動仕方の選択の仕方、ここはねまだねまだしっくりしてない。例えばじゃあほくろ底辺さん、風邪が治ったら、うん、そうですね、今、そう押して、うん、そうなんですよね、風邪の中来ていただいて、また様子で配信でやっていきます。はい、その時また教えてください。この黒子さんの配信で教えてもらったらいいかな。じゃあなんとなくです。今日はテクスチャーも晴れです。ほくろ底辺さん、昨日まで38度ぐらい熱があった。わら、無茶しちゃいかん。じゃあさっきの応用でこれにテクスチャー貼ってみよう。なんだっけ、まずは全部選ばれてない状態にして編集オプションを変だけにして、ここでコントロール A で変だけが選ばれた状態にします。うん、確かにこの頂点選ばれてないことがわかります。ここでマッピングにして、ここで自動展開、自動展開実行でやると、お、なんかそれっぽくなった。じゃここで選択すると、これに対する UV はどこ。ほくろ底辺さん、ノルマは今回の派達成したんでよしですね。今日のサイコロノルマは、あと教科書に載ってるいろんな展開の仕方を試してみようと思います。で、今おさらいしてるんだけど、これ UV 展開されたんだけどこっちに出ないぞ。あれ、よいしょ、あ、これ表示だしね。 UV のマッピング先が表示されない。どうやったら表示されるんだっけ。マッピング違うね、選択違うね。お、拡張、あれ、これじゃない、ね、違う。ここにマッピングの枠が出ないときどうやって出すんだっけ。これ、どっか選ぶと、ほくろ底辺さん、
現物だけ表示かな。現物だけ表示、これ違う、これじゃない。現物だけ表示、どこに当たりました。編集、現物だけ表示、これかな。変わんないけど、変わんない。ほくろ底辺さん、黄色いやつです。黄色いやつ、あ、上テクスチャー、違う、あ、これか。基本にした、オンにしちゃいけない。オブジェクト、現物、展開図、展開図こっちか、材質、テクスチャー、繰り返し、あ、お、お、なんじゃ、これか、これだ。なんか出てきた、いっぱい。これ、これっぽい。これ、お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 、これだ。ほくろ底辺さん、そそ。おお、なるほど。あと、こっち、あれ、今度こっち選べなくなっちゃった。モデル、おお。ほくろ底辺さん、選択にチェック入れてると表示されんのです。はあ。これか、あ、なるほど。なんでこの選択ってどういう意味なの。なんでこうなるんだかよくわかんないけど、ほう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 、なるほど。それぞれ面ごとに分解されて展開されちゃったわけね。本当はこれに合わせて書いていくことになるのかな。で、これを現物に合わせたいんだけど、これ変形ってどうしたらいいのかな。変形、これかな。おお、違う、そうじゃない。おお、この頂点を移動して変形したい。どうしたらいいかな。みんな赤くしちゃい。とか、テクスチャの部分を使い回すことができる。これ、これ、クリックするとどんどん増えるんだ。おお、なんか立体パズルみたいだね、これでね。うまく動かすと、絵が揃うと、なんかキャラクターになるみたいな。難しいパズルだ。じゃあ、そういうものじゃないです。これさ、現物。オブジェクト出して、あれ、今度オブジェクトを動かせなくなっちゃった。どうしたらいいんだ。こっちかな、こっちかな。あ、結構ほくろ底辺さん、ブレンデアも V 動させて合わせてる方は多いですね。どっちを最初に作りたい。テクスチャー用意しといて、あとはこのテクスチャーの指を移動してやるのがいいのかな。よし、全部日の丸だ。この日の丸じゃどうかってやっていけるかな。あとは拡大縮小ができるでしょ。拡大縮小、うんうん。この頂点を、頂点を移動することできないのかな。頂点を移動するやつ、マグネット、お、マグネットを使えばいいのかな。これで形が変わるようだ。マグネット、マグネット、ほうほう。じゃあこれを使
小黒底辺さん、今のうさぎ殿みたいに遊び心でいろいろやっていくのが一番覚えるの早いんですよね。うんうん、いろいろやってみたい。これ、これ、このマグネットってやつでこの頂点を移動してマッピングしたいところに移動しとけばいいのかな。一応なんかやりたいことは本当にこれが正しいやり方かわかんないけど、なんか実現はできてる。なんかもう効率いい方法があるかもしんないけど、こんな感じ、こういう感じでやっていけばいいのかな。ここは4にしよう。サイコロパネル構造体ですよ。こういう感じ、こんな感じやっていけばいいのかな。これぐらいだったら作業分かる。あとなんか見たことのないボタンがいっぱいあるんだけど、頂点スライド、あ、これあ、頂点スライド、頂点スライドは何に使うんだ。直線か、ん、分離、わからん、わからん機能がある。まずこのこの辺りまでは分かった。あとブラシってのはちょっと気になるんだけど、ブラシってなんだろう。ブラシボタンを押すとなんか出た。ブラシ、お、お、お、ブラシ、何も出ない。ブラシって何をするボタン。あ、頂点が選ばれるぞ。これは選択範囲を選ぶってことか。これで拡大縮小すると、うーん、なんとなく分かったような、分からないような。まあ今日はこの辺にしようかな。うん、あと、おっとおっと、危ない危ない、危ない、超違うボタンを押してた。あと UV マップ、なんかこういうの、なんだろう、 UV の範囲選べるよってやつだね。うん、いろんな焼き込み方の種類があるよっていうこと。うん、まあやってみようか。これだ、こういうのでいいのかな。ふんふん、拡大できよう。これは円柱できよう。このオブジェクトが円柱だと想定して、仮定してこのテクスチャーにマッピングしてるっぽい。平面、平面だとして適用すると平面としてマッピングする。こっちの面から、この面からにマッピングされたっぽい。ふーん、なるほど、わかった。で、究極鬼がこの自動展開ですね。自動展開、じゃじゃーん。あ、これメタセコ3の教科書の説明だと辺を選択してねって書いてあるのいう説明がないんですよ。だから混乱するのね。やっちゃえばわかる。はい、これさっきやったのと同じような感じになりました。よし、じゃあわかった。
うさみちゃん超わかっちゃったから、じゃあ今日の自習です。自習を始めます。おっと、OK？ うん、じゃあ今度は美少女帽を作ろう。新規、美少女帽のね、テクスチャーも用意してあるからね。誰かな、これテクスチャー、あ、これじゃない方がいいかな。これにしよう。これ時の底辺さん、頑張ー、ありがとう。これに合わせて作ってみます。したら、美少女帽どう作ろうかな。平面ね、平面。まあ、これで作ってみましょう。これで分割とかしなくていいか。回転できたから、選択回転ハンド、あ、もうなんか時々ハンドルが出なくなるときがある。よし、こっちを持って、よし、じゃあテクスチャ、うさぎパネル、これいいかな。したら模様として、うさぎちゃんの高解像度テキストを読み込みます。重いかな、重そっか。はい、読んだ。あーちゃん、君、回転こっちじゃないよ。じゃあこうしようかな。はい、これどうでしょうか。どうしたらいいんだ。あ、なんか傾いちゃってるぞ。なんかこう、これはアイフォールなくちゃ。はい、よし、美少女帽。あー、なんかこれうさぎちゃん潰れちゃってるね。縦横比が合ってないんだ。この縦横比を合わせるには、雑にやっちゃっていいのかな。ファイルの情報、計算が難しいことになった。4対3、だいたい4対3だな。 Y 軸の拡大を、違う、 X を、1.33 倍にすればいいのかな。あれ、これじゃなかったか。こうか、よし、こっちだ。1.33 倍ぐらいにするとちょうどいいっぽい。こんなもんかな。よし、これに合わせて、なんだ、テクスチャーを切っていけばいいかな。テクスチャーの形に合わせて切り抜いてみます。どうしよう、ナイフで切ればいいかな。テクスチャーはいいとして、じゃあ一個ずつ糸を打って、点を押す。あれ、やっぱりこの点選べないな。マグネットでは選ぶ。でもそういうんじゃない。UV は決まってるから、これどうしたら、ナイフだ、ナイフを使う。ナイフ、じゃあもうちょっと切っちゃう。
チューンって切っちゃう。いいかな。あ、え、全部消えちゃった。この辺を切っ、お、お、なんかおかしい。あ、いい、全部選べちゃう。あ、そっか、わかった。まだなんか分かってないのかな。この面を切れてるから選んだら消えるんじゃないのかな。選べないな。範囲選択すれば選べる。デリート、はい、それは分かるんだけど、なんか違うような気がする。ナイフ、こういうんでいいのかな。ほら、選べてない。選ぶのは、面、辺、点。全部選んでるんだけどな。なんか違うかな。面。面を選んだら、ここは選ばれそうだけど。まだなんか、何か、メタセコさんの気持ちが分かってない可能性が高い。ここ辺、ん？こうかな。ほい、うん、なんか違うぞ。そういうんじゃないぞ。エッジってなんだろう。わかんないから。ナイフ、連続切断。何が起きた。わかんない。ナイフでいいや。って切るでしょ。そしたら選択で選ぶでしょ。これが点が選べないこと自体がなんかおかしい。今日はおかしい。よいしょ。この点を選んで動かしたいだけなのに。ちょっとあれですね。ちゃんとしないと、あのあれですよ。つまり効率が悪い。今ちょっとちゃんと調べて、正しいやり方を思い出さないと。今何をしたいのでしょう。今日やりたいことは、この手、頂点を選んで移動するってシンプルなことをやりたいんですけど、ダメなも選んで移動みたいなことをしなきゃいけないし、移動するとテクスチャーおかしくなっちゃうし、カットじゃなくてテクスチャーを歪ませないで動かしたいのかな。分かった。もう一枚作る。面の作成で作ればいいか。全然釈然としないんですけど。で、左右反転するやつ。どれだっけ？片っぽだけ作ったらもう片っぽ OK ってことにしたい。そのためにはこれ、原点に持ってかなきゃね。これ、君です。これ全部選択したいのに選べないぞ。おや？
コントロールで、あ、視点が、キーボードの IME がオンになってるかな？そういう動きじゃないな。シップ A。あれ全部選んでるのに選ばないぞ。ほん？ほくろ底辺さん、鍵かけてない？あ、かけてた。それはいけない。そうでした。で、これも穴か、あ、持ってこれました。これは、死体にしよう。なんかよくわかんないから死体扱いにしよう。で、中央に持ってきて、だいたい中央この辺かな。よし。これでいいや。で、新しいオブジェクトで、左右対称ってどれなんだっけ？これか。これって、面の作成で、これでいいのか。多角形を作ります。あ、これでいいのかな？なんか違う気がする。なんか、あ、そうそう、これだ。ミラーリングで左右を分離した表面。これで、ほいほい。ほい。まあ、大体の切り抜きで作っていけばいいかな。こう作ってって、後からテクスチャを適用してみようっていう、作戦です。あ、そうか、左右対称じゃないんだった。どうしようかな。これぐらいにしとこうかな。この作戦でうまくいくかな。まあとりあえず練習だからあんまり精密にやる必要はないんですが、あ、こうすると見えない。これ半透明にならないかな。よいしょ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 。で、真ん中この辺スナップしてほしい。スナップしない。まあいいや、この辺でしょ。はいはい、これでウサギの半身ができました。じゃあこれでこれでいいのかな。これどうしたらいいんだ。面ができたはず。表裏、これで、何ができたんだ、これ。この面。ミラーリングになってないな。回転体にも適用されない。そういうものじゃないよね。え、なんじゃ。あ。お、わかった。ああ、おい、今じゃない。やり直し。はい、こっちじゃない。この軸じゃない。軸が違う。ああ。OK。これは、全然軸からずれたところで作ってたね。ミラーリングしない。二つ選んで、これ現物作っちゃったんだ。片方消そう。こっちで選択でこっちだけ消す。でこれ選んで、これ移動しなくちゃ。これは位置を揃える。どうだっけ、頂点を揃える。頂点揃える。全てのしょ頂点を、あれ
ペンを。揃える。だったような気がしたんだけど。頂点を。わからん。X 座標を原点に合わせたい。これ精密にやるにはどうしたらいいんだ。違う、これ君じゃない、 Y じゃない、 X をぴったりにしたいんです。なんかぴったりにする方法ないかな。シフトキーを押しながらでもダメか。真横からにして、まあ見た目でやるしかないのかな。分量で、よいしょ、これで原点に揃ったってことにしようかな。奥野底辺さん、操作パネルの真ん中の Z、3D モデラーししまいきみさん、こんばんは。ししまいさん、こんばんは。あ、今日は、豪華モデラーさん来ていただいて、すごい。うさぎちゃん緊張しちゃうこれでいいかな。これで回転します。 Z 軸じゃない、 Y 軸で90度。あ、そしたら Z 軸がずれてるの、これ合わせたい。これぴったり合わせる、なんかいい方法ないかな。真横から見て、だいたいぴったりかな。よし、こあちら足を立てればこちらは立たずだぞ。これ X を変えよう。 X 直さなきゃ。これも真正面から見て X が揃ってることを確認。どうやったら確認できる。ここだ、下を見よう。はい、まあこんなもんかな。よし、これで鏡面、左右を分離した鏡面で、軸は Y 軸で、鏡面、あ、間違った、こっちじゃない、軸は、あ、そっか、これでいいのかな、こうか、あれ違う、どの軸だ、緑の軸だから Y 軸でいいんじゃないの。 Y 軸、あ、そっか、いや、そうじゃない、もう一回ミラーリングで、何軸だろうこれ。X 軸なのか。これ Y 軸なんじゃないんだっけ、そういうのじゃないのか。まあいいや。これでパネルができたから、とりあえずフリーズし、オブジェクトフリーズ、 OK。 はい、あー、そっか、これテクスチャも合わせてフリーズしちゃったのね。テクスチャも反転しちゃった。じゃあこれはさっきの勉強の成果を出すところだぞ。ここで、マッピングに来て、おりゃ、奥野底辺さん、F に押すと真正面になるんで、それで確認すると良いですぞ。はい、前、真正面。さて、これ、僕くっついちゃった。両面、左右対称になっちゃったの、どうしよう。
マッピングし直そう。こういう時どうしたらいいんだ。まずはどうしよう。変更の違う、これだ、この平らなやつ。よくわかんないけど、これで敵を、あ、真っ白になっちゃった。それはわかる。それはここに来ちゃったから、これを、これ移動すればいいんだ多分。移動、あ、それっぽいぞ。なんで縦横ひずれちゃったんだろう。もう一個真ん中あたりにして、これどうやなんとなくはできるけど、どうやったら正確に作業できるんだろう。拡大縮小しよう。え、拡大、全部選択して、移動はできるけど拡大は、拡大縮、あ、できてきた、これでいけ。拡大、これ適当にやってたら比率が狂っちゃうな。こうかな、こうかな。おや、人の顔で遊ばないで。移動、移動でとりあえず中心点だけは揃えて、で拡大縮小なんだけど、あれ、今度は拡大縮小で、あ、できた。中心点、せっかく揃えた中心点をガン無視して拡大縮小がなされている。とりあえず高さだけ合わせよう。こう、こうかな、こ、これ幅広すぎる。なんか比率がおかしいな。これぐらいかな。これぐらい、こうかな。これで移動で、こっちじゃない、これ動かないぞ。あー、なんだ、半分だけ切れちゃう。分離しちゃった。ちょっと、なんだ、なんだ、分かってる、分かったつもりが分かってない。なんとなく分かるんだけど、なんか違う。おや、今度また読めなくなっちゃった。選択、はい、これ、これ、これ範囲で移動。これじゃああんまり正確な操作ができないな。これで拡大、これぐらいかな。もう縦横比全然わかんないよ。なんか横方向ちっちゃくしちゃった。あ、これやるときこっちでやった方が正確にできそう。お、お、お、え、ここで使えないの、パネル。ちょはい、どうかな。あ、こっちじゃなかった。ちょっと拡大したい、ちょっとだけ拡大したい。違う違う、こう、こうかな。違うな。こう、いいと、こうじゃ。
か拡大し、こうじゃ、あ、いい感じ。下がちょっとはみ出てるな。なんでだ、これぐらい、あ、なんかもう何もかな。選択移動、ちょっとどころかだいぶ想定と違うけど、なんかパネルに貼れました。はーい、貼れた。ウサギのスタンドポップです。じゃあこれに棒をつけたら美少女ポになるかな。あ、保存しなくちゃ。名前つけて保存。美少女棒、ふんふん。じゃあ裏面もつくんだっけね。裏面はどうしたらいいんだ。コピーして反転したらいいのかな。違う、そうじゃない。あ、これ正確にまっすぐに戻すのどうすればいいんだろう。いや、戻った。じゃあ、次、美少女ボーム、美少女ボーム持って、よし。じゃあこれコピーして、コピーして複製1個、 OK。 裏、OK。 でこれを回転すれば、Y 軸回転、あれ回転できない。あれ選択されてない。あー、そっか、わかりました。 Y 軸回転、これで180度回転すると裏側がある、表がよし。したらこの面のマッピングをします。でいいのかな。これで選択で、裏面はこっちの顔にしたいから、あ、そうだ、こうしよう。今うさぎちゃんの位置がこうだ、こっちの方が自然でしょ。そしたら、この位置を、全部選んで、あ、違う。はい。で、移動。これで動くかな？そうじゃない。操作パネルって、これは、オブジェクトが動くのね。UV を動かしたい時はこっちでやんなきゃダメか。選択、あ、じゃあ選択で移動。あ、おいおい、こ、おや、どっちが今選ばれてるのわかんない。一旦こっちに戻して、裏側は非表示にしよう。あ、こっちだ。どっちが表だ、こっちが裏だ。こっちを選んでマッピングにして、よし。それで全部選んで移動です。よし。あ、でもちょっと待って、なんでこれか、体が半分に分かれちゃってんの。くっつけるの忘れてたからか。じゃあこれくっついて移動、よし。そうです、わかったならよろしい。ここのなんか左右で太さが違う感じもするけど、こんなところかな。
拡大しないとダメだね。拡大したらこの選ぶの動かなくなっちゃった。拡大したら動かなくなっちゃった。なんで、そうじゃん、あれ選択範囲動かない。拡大するとダメ？選択範囲選んで移動。あ、まだそれは分かる。でも拡大したらなぜか動かなくなっちゃう。ちょっと範囲を選択して拡大して移動押せない。ちょっと拡大しなきゃ範囲を選択して移動ができない。何がいけないんだろう。なんかいけない、なんか押した。範囲を選択し、君は関係ない、こっち移動し、どこ行くよね。それは分かる。動くのはいいんだけど、動いた。今度は大丈夫。よし、これで微調整できる。なんか動きが怪しいところがないかな。よいしょ。拡大しましょう。まあ、大体だからね。これでいいかな。これでマッピングから戻る。そうすると、よし。表も出して、表と裏で違う顔っていうウサギの美少女っ子ができました。じゃあ、棒もつけようかな。美少女棒モデル、爆誕です。よし。じゃあ棒。どうしようかな。太さがないんだよね。棒のマテリアルもつけよう。棒は単色でいいかな。棒の色何色？ほくろ底辺さん、かわいい。ありがとう。結構かわいくなったかな。棒これぐらいかな。割り箸の色、あとその最初、よし、これにしよう。じゃあ、あとは何も考えずに基本図形の平面、両面にしたいな。まあ、いっか。分割数1、1、1で、あ、なんかちっちゃくしちゃった。厚さは X 方向？ X じゃん。 Z 方向の厚さは限りなく薄く0。0できるかな。0、よし。あと座標は0で、作ってみましょう。作成、お、いいんじゃない。これどうしようかな。拡大縮小して、あとよいしょ。あれ違う、これだ。よいしょ。拡大縮小しなくちゃ。それか、マグネットで移動した方がいいのかな。
きるじゃない。こっち。マグネットでいいのし。マグネットの使い方正しいのかいまいちよくわからない。なんか真ん中だけへこんじゃったし。どうしよう。ちょっと上に持っていかなくちゃ。これでいいかな。あと X 座標ずれてんやんか。 Z は奥に行っちゃった。これ Z 軸ゼロにしたい。これ座標指定で移動したいんだけどできないのかな。絶対座標でゼロ座標にしたいとかあるんだけど、まあ、とりあえずこれで OK かな。はい、非常時できた。うん、いいんじゃないでしょうか。一番上に持った、あ、ちょっとガッと忘れちゃう。一番上に持ってって、下は階層を下げて、よし。じゃこれで移動。でもお茶でちゃ、おいし。はーい、できた。微小情報できました。はい、いつものあれ、微小情報できたよ。よし、微小情報もできたし、今日はこれで完成にしようかな。じゃあうさぎちゃん、ほくろ底辺さん、やったぜ。ありがとう。今日の課題ノルマ達成です。微小情報ができた。はい、微小情報。じゃあ微小情報できたところでこれ保存して、じゃあリン、水なしさん、お疲れ様。はい、みなりあよ、いらっしゃい。未来を見ていてくれたんですね。 3D モデラーし姉妹きみさん、おー、完成ですね。ありがとうございます。じゃあここのうさぎちゃんの作品ワールドにオブジェクトを挿入として微小情報を読み込みました。入ったかな。よし。あ、一点教えてほしいことがあるんだけど、このなんだ、材質って階層化できないのかな。なんかいろんなものインプットしてるとこの材質がすごい数になっちゃって整理できないんだけど、これはもうどうしようもない。
6色とだけ書くの9か9あれショートカット気が利かない。あれなんでショートカット利かないんだ。ああこっちにフォーカス取られちゃってた。つなぎ目が見えちゃってるね。チャンネルさん、桜をまとったウサギ。はい、いらっしゃい。桜、桜。それっぽさを出す。あれ、光源、このワールド光源ってどこで設定したらいいんだっけ。光がどっから当たってるんだ。光源ってどこで設定できるの。これ環境設定かな。光源ここじゃないっぽい。けいちゃんもうあれね、プレミアアドビクリエイティブクラウドコンプリートなの。なんかすごい動画の編集が超絶効率化されてすごいの作ってるわね。なんかウサギちゃんプレミアプロだぜって頑張って覚えました。すごいよ、ウサギちゃんプレミア CC 使ってんやで、どやってやってたけど、ケイちゃんのよっぽど使いこなしてる。すごい、もうウサギちゃん教えてもらうばかり。あの短期間であんなにいろいろと覚えてすごいです。サウちゃんはいかに手を抜いて絵を編集してるか。ジャスイケイチャンネルさん、私もウサギさんの芋煮みたいなの作りたい。いやもうエモいんじゃない。ウサギちゃんのエモさってなんだ。だいたい音楽に頼ってるかもしれない。エモい動画作りたいよね。中にいる石野さん、目玉焼きとマカロン美味しそう。美味しそうでしょ。頑張った。これは教科書と違ってウサギは自分で考えてモデリングした。やった。この刺さってる剣は、はい、爪楊枝だけど、これは本に載ってた西洋剣の作り方で作ったやつです。これ美少女もいい感じで置きたいな。移動感じかな。で、こんな向きかな。よし、これでいいかな。ちょっと横広げようかな。これぐらい。あ、なんかこれつなぎ目が気になるな。これ2つくっつけられるんだっけ。この2つのオブジェクトをくっつけたい。この2つなんかくっつけられるかな。くっつけられたらこのつなぎ目も消えると思うんだけど。あ、そういう問題じゃないです。表と裏、表だけ選んで、これ2つくっついて2つなんだよね。これとこれ両方くっつけたい。できるかな。よし、これをなんだ、頂点くっつけたいぞ。頂点くっつけるやつ、隣にある洗濯面合成、これかな。えいっ、あー、接してる面を2つ以上洗濯。SK チャンネルさん、このピンクのポリゴン表示が桜みたいで。あー、 SK チャンネルさん、綺麗。そういうことね。これは頂点です。確かに桜色ですね。ピンク桜色って表現するのはなかなか素敵です。
つかなかった。くっつけて、この2つくっつけたい。頂点を平らでここにする。おお、大変なことになった。なにこれ面白い。今度何回使おう。こういうのがあるんだ。うさぎやりたいの、この、これの2つの線をくっつけたいの。あー、そっか。ジョイン。ここくっつけたいのね。うさぎやりたいのはこれ。SK チャンネルさん、メメでこんなのありましたね。そんなのあった？くっつけ。くっついてないぞ。ほんと？くっついた？くっついてない。ここくっつけたい。ここくっつけたい。この2つくっつけたい。よいしょ。これどうやってくっつくんだろう。範囲選択で2つ選んで、コントロフ J でジョイン。おや？くっついたのか？なんか違うような気がする。そういうんじゃない。変を選択しよう。変を選択。ほい、選べてない。なんかクリックしても選べなくなっちゃって。こうかな、こうじゃない。あ、今度選べた。選んでたからには移動できてもいいよね。そうそう、そういうこと。だいぶ不穏なことになって、気持ち的にはそういうことをしたい。縦線入ってるのはなぜかは分かった。これがくっついてないからだ。これをくっつければいいんだ。やっぱり点の位置を移動した方がいいのかな。そしたら拡大縮小で、縮小すれば間が縮まる。それはいいんだけど、なんかポリゴンが増えたような。あ、そっか、裏面があるからだ。 OKOK、 裏面。じゃあこれ縫い合わせちゃう。ていうかコントロール J でくっつければいい。あ、OK。 じゃあ下もくっついてないでしょ。ちょっと分かってきました。だけですけど、くっつけようと。で、同じこと裏側もやろう。君もくっついてないし、よく見るとくっついてなかった。よし、いい感じかな。こうかな、こうだ。よし、じゃあ角度を揃えよう。こんな感じにしようかな。 3D で美少女棒やっても一体何のことやらって感じだけどね。表と裏があるようでってことなんですよ。よし、じゃあちょっとセリフ一旦ちょっと隠すね。あれ、ちゃんと、この、よし。これ、こんな感じ。よし。美少女像、これで、キャプチャーしよう。キャプチャーチャンスだよ。美少女像、できたー。
美少女号できた。美少女ができた。そもそもゆかりネットが美少女号っていうのを知らないんだな。よし、美少女号できた。美少女どうでした？美少女号って変換できないのかな。頑張ってほしい。美少女号できた。まあちょっとそれは難しそうね。じゃあ裏側、裏側はこんな感じかな。邪水系チャンネルさん、美少女号を画像だけで自動生成するアセット欲しい。うん、あ、でもなんかあるみたいだよ。今回はあえて使わなかったけど、まあ、おのちさんがそういうアセットユニティで使って、等身大スタンドポップ作ってた、ま、VR の中での等身大だけど。美少女帽、ラーメン。あ、ラーメンじゃない。こちらはラーメンです。あるのか。あるの、これがまた。あ、半面になっちゃった。美少女帽裏面。ね、裏面はちゃんと美少女帽って認識するじゃない。じゃあ表もできんじゃないの。やればできる子だよ、君たち。美少女帽できた。美少女どうでした？まあ、こんなところでしょう。うん。でもね、アセットあるみたいだもん。あと多分なんか、便利機能で、こういうパスに沿って、画像の縁に沿って、なんかこういう線引く機能とかありそうな気がするのよね。まあ大体、ブレンダーとかだと大抵プラグインでなんかあるよね。メタセコもなんかありそう。そんな気はして。うん、拡大しても割とそれっぽい。いつも使ってる美少女帽的なこの雑な線の切り方が再現されてるところがチャームポイントですね。うん、いいんじゃない？美少女帽のバックと。美少女号拡大。うん、いいじゃん。なんかこのサイズで見るとウサギちゃんすごく可愛くない？何や？なんか可愛いような気がするぞ。ペラ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 。うん。あと、厚さもあったが良かったかもしれないね。本当の美少女帽も若干厚みってやつがあるからね。そこは再現しても良かったかもしれない。美少女帽。これちょっと直したらあれにしよう。VCI オブジェクトして、バーチャルキャストに持っていけるようにしよう。VCI オブジェクトにしたいのいろいろとあるんだよね。あ、いいじゃん。これはこれで。よしとして。
シアに持ってこう。よし、じゃあ今日こんなところかな。はい、ってことで今日は、はい、よいしょよいしょ、うん、今日はこれで完了しよう。これ出して、よいしょ、ここじゃない、どこに出しようかな、よいしょ、こうかな、ここだ、こんな感じ、うんうん、よーし、はーい、今日の目標は達成です。サイコロ、サイコロができたのと美少女棒もできた。まだ完全じゃないけど、テクスチャーの貼り方が分かって UV のマッピングもなんとなく分かりましたってところが今日の成果です。じゃあ、うん、もう2時間半ぐらいやってた。今日1時間ぐらいで簡単に終わるかと思ったけど意外と大変だったね。じゃあ遅くまでお付き合いありがとうございました。じゃあおやすみなさい。じゃあエンディング流します。はーい、今日は遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。次回はもうちょっと高度な音でやりますんで、お楽しみに。